辻先生今日もよろしししくお願いしますお願願いいまますす営業マンが一番嫌なことってでしょうか一番嫌なことねまあいろいろいっぱいありますけどまあその一,一番っていうかね嫌なことっていうと多分ベスト3に入るのかなと思うんですけど特に新規開拓の営業マンが嫌がることそれは一体何かっていうと、はい、あのアフフターーォローですね <laughs> 一度打ったお客さんのところにあのアフターフォローに行くっていうのはまあ いやですねいやなんで嫌かというと面倒くさいからですよ、面倒くさくて次の売り上げにつながらないから、行きたくないんですよね、はい、あのリピートが起きる商品だったらいいのかもしれないですけど、そうじゃない場合っていうのは、営業マンっていうのは、基本的にはその新規の、ね、売り上げを上げていかなきゃいけないのに、一度打ったお客さんのところにまた行くっていうのは、ね、そのリピートがない商品だったら余計嫌なんですよね。 うん、特に僕が、ね、あのコピー機だとか太陽光発電とかもそうだったんですけど、あのコピー機売ってた光通信時っていうのはそのアフターフォローっていうのは一切なかったです、1ミリもなかったし、名古屋で太陽光売ってる時も1つもなかったです、はい、その打ったきり、もうその現場で契約を印鑑を押すってその時だけしか行かないので、お客さんのところっていうのは、うん、そのあとていうのはその引き継ぎじゃないですけど工事の人が行くとか、そういうことで営業マンは全然タッチしないんですよね。うん、だからそこで アフターフォローを営業マンがやりなさいって言うともうめちゃくちゃ面倒くさいんですよ、うん、だって新規のお客さんを売りに行かなきゃいけないのに一度売ったお客さんのところに何か売りに行くわけじゃないわけね、アフターフォローっていうと。 だからそんな面倒くさくてやってられないわけね、行きたくないっていうのが本音だと思います、はい、新規営業マンのあ新規開拓をやっている営業マンの一番嫌なことって一体何かっていうと、例えばクロージングでその検討しますって言われるとか、そういうことではなくて、それクロージングしてる段階だからね、そうじゃなくて、一度打ったお客さんのところにアフターフォローしに行くっていうのが <laughs> 嫌なんかなと思うわけね、僕も思ってました、はい、あの無駄やと思ってたもんね。 アフターフォローなんて無駄やと思ったし、なんでそんなに行かなあかんねんと。で、長くやっていくと、お客さんが増えてくると、そんな言行ってられなくなるわけね。だけど、お客さんは、なんでお前は、ね、あのアフターしないんだ,だとか、その売りっぱなしなんだとか言って、言われるわけよ。 うん、それをめんどくせえなとか思ってたわけね、うん。君は一度売ったら売りっぱなしなんだねとかってやっぱり言われたりもするわけね。実際僕も太陽光発電をその滋賀県に戻ってきてからやっている時にあの、ね、僕と父親と弟の、まあ、3人しかいなくてで父親、父親でも会計しかしないわけだしで僕と弟でその新規を売りに行くみたいな感じになってたわけね。で僕の方がやっぱお客さんの方がすごく多かったわけですからそうするとその太陽光発電を設置して3年ぐらい経過したお客さんから 電話かかってきたんですよここ最近、ちょっと発電が少ないように思えるんだけど、ちょっと見に来てくれよっていうふうに言われたわけね。うん。まあ、その急いで伺ったわけね。だから、ああ、それはいかんなと思って、バーって行って、でその、まあ、モニターチェックだとか、パワーコンをね、こうチェックしたりとか、そのエラーが発生しているわけじゃなかったわけね、うん。なんかもうエラーが出てるわけじゃないし、何が悪いのか分かんないなみたいな。で、パワーコンもチェックしても、そのブレーカーが落ちてるとか、そういうことも一切ないわけね。でも正常に動いてるわけですよ。 で僕では分からないわけね。何が原因なのか全く分からん。というか、普通に思えると。お客さんが、発電量がいつもと低いように思うとか言って言うんだよね。で、まあ、そう言われると、低いように感じますと。うん、だけど、僕にはその原因が分からないし、もうエラーとか出ているわけじゃないから、まるが故障してますね。原因ですね。なんて言えれないんですね。だから、あのメーカー呼びますねって。シャープ呼びますね。っていうふうに言ったのよ。そうしたら、お客さんから、 まあこんな高い買い物したんだから、お前月に一回見に来なあかんねん。お前、これじゃあお前、ほったらかし、売りっぱなしと同じじゃないか。って怒られちゃったわけよもも。もう、僕の中でふざけんなと。うん。いや、売りっぱなし、ほったらかしじゃないから、あの、発電量は低いんだけどって言われて僕来てるじゃない、ここに。て。なんで売りっぱなしっていうふうに思われなきゃいけないんだよっていうふうに思ったわけね。で、月に一回なんて言ってられねえよと。 <laughs> いけねえよっていう話、ね、そんなの僕人で行けるわけないからでもそんなの行けるわけないじゃないですかねって言えるわけないねだからもう苦笑いしてるわけよもうああすははははみたいな感じでうんでもどうしたらいいのかなとでお客さんはまあああ言っているとその200万とか300万とか、ね、何百万もする買い物をしているわけだから月に1回見に来いうよっていうふうに言っていると、まあ、気持ちは分からんでもないけどだけどうちみたいなその小さい その3人でやってるような会社、ね、でで,できるわけないじゃないかでしかもその時僕はたった1人になってましたからね <laughs> 俺1人でできるわけないじゃないかみたいな。 月に1回お客さんの家に回るなんて無理だしそのためだけに人を雇うことなんかもできないしだってお金産まないもんね太陽光発電なんてリピート税がないわけだから、うん、1回で200万300万1ギリでドーンって売ってで新しく新規新規新規っていうビジネスモデルなのに一度打ったお客さんのところにその、ね、あのいかがですかって雇用機器みたいなんでそんなに人雇ってられるかっていう話だからね。でも 地域密着型で売っているのに、ほったらかしだとか、売りっぱなしって思われるのもすごい嫌だなと思っていたわけ。もうどうしたらいいんかなと。なんかいい方法ないかなって言って、僕はネットや本で、あの、探していました。んどなんかいい方法ないかなと。うん。少人数でも、まあ僕みたいにたった一人でも、アフターフォローがバッチリできて、ほったらかし、売りっぱなしだってお客さんが感じない方法って、 何かなって言って探して僕は見つけましたはい何かっていうとニュースレターですはいニューースレターですねニュースレターっていうのはダイレクトメールセールスレターとは違って売り込みゼロの手作り新聞のことです、はい、手作り新聞を作りましょうはい個人的な感想だとか日記だとかお役立ち情報なんかをその僕がね個人で発行している手作り新聞っていうのをお客さんに郵送するんです 郵郵送送でですす直接手渡ししとかじゃゃなくて郵送しちゃうんですもうそうしたら、ね、あの僕がいちいち行かなくてもそのニュースレターっていうのが僕の分身になるわけですからお客さんはそのただ月に1回届いたらあ今日,も来て今日も届くねみたいな感じになりますからねああのいつも、ね、あの目にかけてくれてるんだなとにあの気にかけてくれてるんだなとうう思いますから、うん、電話でご用意聞きなんかする必要もないわけですよ。 うん、そんなことしなくても、月に1回ニュースレターを郵送するだけ、それだけでお客さんは変わります、はい、意識変わるんですねうんで、このニュースレターっていうのは、実は急成長している会社だとか、元気な会社っていうのは必ずやっています、必ずやっていますよと、はい、ニュースレターのおかげで売り上げが伸びたっていう会社の話も聞きますし、売り込みゼロ、売り込みゼロなんですよ、ニュースレターっていうのは、セールスレターと違って、売り込みゼロなのに売上が上がるっていう話がありますからね。 なんか不思議な話がもう舞い込んでくるわけ、ね、だからマーケティングを勉強している人っていうのはニュースレターを知っている人は多いんですけど実行している人は少ないです、はい、少ないですよねやってないですよね知ってても、はい、やりましょうねと <laughs> 僕があの住宅家を探している時ほそろそろマイホームを追って探している時に唯一ニュースレターを発行している ハウスメーカー、住宅メーカーはタマホームだけでした、もしまだニュースレターやってないよという方がいらっしゃるんだったらすぐに発行しましょう、はいあの、必ず発行しててよかったなと思う時が来ま,、はい、ます、僕もやっててよかったなとうう思っていますからでこれをやっていると、はい、あのクレームが来ても 優しいですお客さんが、はい、売りっぱなしほったらかしじゃないかなんて言,うで言,言いませんお客さんは、うん、でしかもその毎月届くニュースレターを見ていつも、ね、あれを見てあの楽しみにしてるんだとかあの捨てられないのよとかねでこれを機に僕のことをファンになってくれるっていう人がいてるんですよはい僕の直接のお客さんじゃなくても、ね、弟が売ってきたとかっていうのでもその僕のことを好きになってファンになってくれてるということを言ってくれますからねそしたらどうなるかはい例えば オール電化のエコキュートの,その買い替えのが時期まあ10年後とかになってくるんですけどその時にもう無条件に僕にお願いしてくれるだとか太陽光発電から蓄電池に移行した時とかねという時に無条件に僕の本に連絡くれるっていうのがありますからはいアフターフォローっていうのはもう 結構大事なんですよ大事なんですけど、めちゃくちゃ面倒くさいからそんなことやってられないんですけど、ニュースレターっていうのを発行したら、僕の分身が行くわけですからね、しかも郵送で、うんえー、1件伺うのに、えー、今って70円か100円ぐらいで行くわけですからね。 うんまあ、安いもんですよ、はい、ガソリン耐えていったらね,ねじ人件費も含めてガソリン代も含めて考えたらえらい時間とお金がかかっちゃいますけどニュースレターだったら、はいあのね、片道100円で行ってくれるわけです <laughs> でしかもそれを読んで好きになってくれたらずっとファンになってくれてるわけですからね。うん ずっと残してるんだっていう方もいらっしゃるぐらいですからニュースレターっていうのはもう抜群の効果を発揮しますよと絶大な効果を発揮するんでまあ僕はアナログで送っていますけどまあ、人によってはね、まあ、会社によってはメールとかねもうメールとしわってわという方もいらっしゃるとは思うんですけど、まあ、メールだとか LINE とかいろいろあると思うんですよねそういうの時代に合わせてやっていってもいいと思いますし僕のこの、まあ、YouTube だとかねそのポッドキャストなんかも、まあ、それに似たような点があるのかなとうう思いますからぜひ、まあ、ニュースレターっていうのをやってください。あのやらない やってない会社はほとんどだと思いますけどやった方がいいですよ特に僕はアナログの方をちょっとまあおすすめはしていますけど今はねこの YouTube とかそのそのデジタルの方に移行しても全然構わないのであのお客さんとずっと接触するっていうのをあのやった方がいいですよとこれをやっておくとお客さんはそのなんだあいつはみたいな風には思われないですからねとだからぜひニュースレターやりましょうねと言いたいですね辻先生今日もありがとうございましたありがとうございます